今ちょうどねバッテリーパークに着いたところなんですけども、そこからねさらに行くにはバスを乗り換えなきゃいけないみたいですね。これは予想外でしたね。ではね、バッテリーパークまで着いて、どうやらね、これから先に乗るにはですね、乗り換えが必要みたいなので、乗り換えてね、もう一回アップタウン方面のね、バスに乗りたいと思います。Google マップでね地図の方を出しておきますので、そちらをね参照していただけたらなと思います。
Thank you.
はね、こちらのバスツアー、降りました。私はですね、ホテルの前で乗って、まあ、ホテルから、まあ、10ブロックぐらい、そのぐらいですかね、ちょっと離れた場所で降りました。で、これからね、ちょっと他の場所に行きますんで、今回ここで降りましたけども、まあ、戻る、もともと乗った場所からね、ここからそんなに離れてないんで、時間もね、そこまで変わらないかと思いますけども、9時半頃に乗車して、結局今12時過ぎなんで、まあ、ちょっとこちらもね、交通事業によって、動くスピードもね、変わっちゃいますんで、まあ、私の場合はだいたい3時間ぐらいかかったっていう感じですかね。それで35ドルということで、タイムズスクエアから1回バッテリーパークで、そこで1回乗り換えて戻ってきたっていう感じですね。まあ、個人的な感想としては35ドルでいろんなところが見れるんで、これは楽しめるんじゃないかなと思います。私もね、初めて利用してとても楽しかったんで、これからニューヨーク来られる方はね、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。Twitter、やっておりますので、もしよかったらフォローとチェックしていただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。